はい、じゃあよろしくお願いします。今回は高校数学数2の対数関数丸4不等式編をお送りします。で、この対数関数っていうタイトルね、これで最後になります。で、前回ね、方程式やりましたが、今回は不等式を5問やっていきます。なので、できそうな子はね、ぜひ動画を止めてやってみてください。で、ちょっと確認してもらって分かんないのがあれば、今からね、全部解いていきますんで、聞いてもらえたらと思います。いいかな？じゃあ早速ね、まず1番から解いていきますので、どうぞよろしくお願いします。よし、じゃあ行きましょう。で、流れとしてはね、方程式とほぼ同じです。で、まずやんなきゃいけないのが真数条件から。で、今回この x がね、真数なので、それが必ず正になるよって、つまりこの範囲で今解いてるんだと思ってやっていってください。で、あとは、まあ、左辺と右辺を同じログの、同じ点でね、揃えていくのが楽かなと思います。だから、これ左辺はね、ログ 3x なんでよくって、で、こっち、ログ3の3の2分の3乗と変わります。で、不等式の時大事なのは、定が1より大きいか小さいかです。ね、0から1の時、1より大きい時に分けると。で、今1から大きいでしょ、3だから。1より大きいので向きが変わらないです。このまんま x で3の2分の3乗を持ってくるんですけど、これ結論から言うと3ルート3です。で、こうなる。で、なんで3ルート3になるかっていうと、これ3の2分の3乗って2分の1の2は下だとちょうど入れてくるから、これと同じなんだよね。つまり中にルート27なんだよ。で、ルート27直すと3ルート3なんで、こうなるっていう感じ。ただし、これで×なんです、実は。今線引いてるけど。で、何が×かっていうと、こっち伸びます、こっち。で、こうなる。これが答えです。0より大きくて3ルート3よりちっちゃいと。で、なぜかっていうと、もともと真数条件で0より大きいがあるので、それをくっつけなきゃいけないの。ちゃんと。いい、ここが大事ですね、やっぱり真数条件でね。では次行きましょう。で、また同じような感じでね、真数は x です。だから真数条件は x が0より大きい。で、あとはね、また1番と同じように3分の1で揃えると、3分の1の2乗ですね。で、今回は定が0から1の間にいます。つまり向きが変わると。で、向きが変わるので、x 小なりイコールになって、ここ9分の1です。こうやってね。で、忘れちゃいけないのが0より大きいがもともとあるので、0より大きいをくっつけて、これで OK になります。で、前回のね、方程式と同じで、真数の部分がこんなになっても気にしないです。同じようにやっていく。まず、この x プラス2が0より大きいので、こうだよね。で、これを解くと、これ入んねんじゃねえかな。あ、ギリ入るね。x はマイナス2より大きいと。これが今回の真数条件です。で、それを踏まえた上で、あとは同じようにやっていく。まず左辺は変わらずこうしておいて、で、右辺がログ3の3の2乗だね。で、今回は定が3です。だから向きを変える必要がないので、 x プラス2小なり3の2乗で9か、解くと x は7より小さいになります。で、それにマイナス2より大きいをくっつけなきゃいけないから、答えとしてはこうなると。ね、こんな流れになります。で、4番、5番みたいにちょっとごちゃごちゃしても、これも方程式と同じようにやっていきましょう。これだったら左辺くっつければいいしね。でも、その前に、まず真数条件。ちょっとね、忘れずにいきましょう。前回方程式の時ね、ちょっと忘れたんで、俺がね。まず、ここ。x プラス1が、0より大きい。から、x がマイナス1より大きくなる。これ解くとね。で、かつ、これ解くと、2より大きいになります。で、前回の方程式の時と同じで、これとこれ、まあ、数直線に書くと分かりやすいね。かつなので、結局、使うのは x が2より大きいです。指数条件はね。
で、あとはこれは普通にやっていきましょう。まずログ2で揃ってるんで3辺くっつけてしまいます。プラス1マイナス2で大なりイコール右辺もログ2に揃えましょう。2の2乗です。で、今回底が2なので向きは変わらないで済むから、これちょっと展開しちゃおうかね。これね、 x2 乗マイナス x マイナス2、ここね展開して、で向き変わらずの4です。持っていきましょう。 x2 乗マイナス6で解くと、これ入るかな、マイナス3とプラス2で、待って、下あ、入らないそうだね。解くと、マイナス2と3なんで x がマイナス2以下と x が3以上ですね。で、この2つが答えになると。で、大事なのは、もともと進数条件があるんで、ここで数直線使います。で、もちろん頭の中でできる場合は構わないんですけど、これも入らなそうだな、おい。ここ答え書きたいんじゃ、ここごめんね。ちょっと右側もんで突っ切ってごめんよ。で、まず、こっち先書こうか。マイナス2以下。だから、黒丸ですね。以下と、3以上。この2つは同じ曲なので、同じ高さで書いてください。で、もう一個が2より大きい。白丸の2。大きいです。で、これは、かつ、両方満たさなきゃいけないので、線が2本ある、ここが答え。つまり、x は、3以上と。これが答えになります。で、右側ね、同じようにやっていきましょう。まず、進数条件から。これが0より大きいから解くと1より大きい。間違った。かつ、これ解くと2より大きい。だから両方満たすのは2より大きいと。これが進数条件です。今回のね。で、こっちと同じですね。あとはくっつけてやっていけばいいので、2分の1、x マイナス1と、で、大なりイコール、間違った。2分の1のマイナス1乗ですね。ちょっと点が返した。で、今回、底が2分の1なので、向き変わります。で、変わる。で、これを展開しちゃおう。x2 乗マイナス 3x プラス2。向き変わって、2分の1のマイナス1乗。逆数だから2ですね。で、こっち持ってくると、よいしょ。で、X くくり出すか。さあ、下入った。あ、大丈夫ね。で、こうなるので、結局、0と3っていう数字を使うから、これから出てくるのが、X は0以上、3以下でございます。で、数直線が、下行ったら、こっち答えいけるか。ことはね、こっち行こう。で、さっきと同じように書くと、まず0以上3以下なので、黒丸で0から黒丸で3まで。これが1個目ね、解いたやつ。で、もともと進数条件が2より大きいがあるので、白丸で2。大きい2本あるのはここ。つまり答えとして使うのは2。白丸ね。で、x、こっち黒丸。3。これが答えになります。ちょっとね、またごちゃごちゃしちゃいましたけど。まあ、方程式の時と基本的に同じスタイルとしては。ただ、大事なのが、その向きが変わるか変わらないかっていうところが出てくるので、まあ、そこを注意して、で、最後は、こうやって数直線でまとめれば、ね、いけると思いますので、まあ、ぜひこんな感じでやってみてください。では、今回は、高校数学数2の対数関数4、不等式編をお送りしました。今回はね、ここまで見ていただいて本当にありがとうございました。で、次回がですね、指数関数、対数関数、まあ、両方ね、含めて最大値とか最小値の問題をちょっと取り上げます。なので、もしよかったらね、そっちの方も見てみてください。じゃあ、今回はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。